皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今回の NHK スペシャルですけれども、2030未来への分岐点、AI 戦争果てなき恐怖ということで、AI がもたらす戦争というテーマで、非常にですね、面白い内容だったんじゃないかなと思うので、紹介をしていきたいと思います。まずはですね、AI が戦争を変えるということで、特にですね、取り上げていたのが、AI 自爆ドローンということで、通常であれば、今までであればですね、その飛行機に人間が乗って、ミサイルを撃ち込むということをやるわけですけれども、もう無人機だと。で、しかも無人機だけじゃなくて、自爆ドローンっていうのがすごいですよね。要は、無人機でどん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 ミサイルをやっていくんじゃなくて、もうそれがもうドローンごと兵器になるという、で、しかもすでに実践に投入されているというのはね、非常に、興味深い事実かなというところかと思います。で、アゼルバイジャンがですね、トルコから輸入して、この AI ドローンを使って、AI 自爆ドローンを使って、アルメニア戦にもうすでに実践投入しているということなんですけれども、これ非常に面白いところが、トルコが、要は今までトルコというのはその兵器戦争、兵器輸出戦争では遅れを取ってたというか、トルコの、方が取材に応じてるんですけれども、要はそのトルコは今までその軍事兵器、大した潜水艦も作ってないし、戦車とかも作ってないんだと。でも、これからの時代は AI やと。AI 兵器でめちゃめちゃ力入れてるんだってことで、AI 兵器をバン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 開発して、輸出して稼いでるというですね。これ非常になんというか、人殺しをする戦争で儲けているところがあって、それが輸出されて、実践に使われると。で、アルメニアの方はね、こういう AI 兵器を、導入してないのか何なのか知りませんけれども、アゼルバイジャンは AI 兵器をいち早く導入したがために、その戦争で有利に立っているというですね、非常になんかこう、AI 云々というよりも、醜い争いの中で、ただやっぱりこの AI 兵器がもたらすものって、多分今までの軍事産業ってなかなか一朝一夕にね、その多分アメリカとかロシアとかを抜けなかったのが、AI という違った分野、言ってみれば自動車産業が今までね、本当何年もかけてノウハウを積んでいたのに、電機メーカーが簡単になんか自動車作れちゃうぜみたいなノリと一緒で、今まで軍事産業でいろいろやってた、知識とか集積がなくても、AI っていう一点突破でガーッとその新たな軍事輸出産業ができるというのは、これ非常に懸念というか、恐ろしい側面の一つなのかなというふうには思います。あと、今回の番組でやっていたのがですね、優秀なパイロット VS アメリカの優秀な空軍パイロットと AI のパイロットが対決して、なんとですね、シミュレーションでやったんですけれども、5回とも AI が勝つと。で、これなんで強いかっていうと、AI は別に死んでもいいんですよ。それすごいですよね。だって、やっぱパイロットだったら、やっぱ危険、そのもちろんいくら優秀でも、やっぱり危険な行為で自分が死を伴う行為はできないんですけれども、AI は別に死んでも構わないっていう作戦が取れるので、平気で接近戦ができたりとか、あとはそもそもその重力がかからないから、もうめちゃくちゃな動きもできるっていう、やっぱそうなると、もはや人間は AI には勝てない分野なのかなと。これね、パイロットっていう話ですけれども、じゃあ戦車とか、潜水艦とか、あらゆる兵器、人間がね、やるもので、やっぱ人間ってね、自分が死にたくないっていう思いがありますけれども、AI だったらもう、そんなの関係ないですからね、これ、もはや人間はいらないんじゃないかな、戦争にっていう感じになってくる。で、ただこれ思うんですけど、そのアゼルバイジャンとアルメニアの関しては、アゼルバイジャンが AI ドローンを使って、アルメニアの、兵士たちを殺すっていう話ですけど、でもこれ進んでいったら両方とも AI 対 AI になるわけじゃないですか。AI 自爆ドローン対 AI 自爆ドローン対決みたいになったら、
人間戦う必要なくて、もう AI 同士が、ロボット同士が戦ってるだけだったら、これ、人間いらないし、そもそも戦争やらなくていいんじゃないって。機械同士で勝手に戦って、機械同士がね、亡くなったとか、何とかとかやってて、何なんだみたいな話で、それ何の意味があるっていう話になりかねないので、まあ、どっちかが人間で、どっちかが AI だったら、なんか AI にやられたとか、みたいなことになるんでしょうけど、ロボット同士で対戦して、ロボット同士で勝敗がついたところで、だから何なんだみたいな話もあって、いや、だったら戦争いらないんじゃないみたいな話もね、ありますし、まあ、そもそもね、まあ、AI 兵器で AI 同士で戦ってくれれば、逆に言ったら人間いらないよねっていう話もなるんじゃないかなっていうので、まあ、これなんか進んでいくと、どっちかが人間でどっちかが AI だとやっぱり問題だと思うんですけど、AI 対決とかロボット対決になったら、もうもはやね、なんとかその、別にゲームやってるのと一緒じゃんみたいな話になるんじゃないかなっていう気は、個人的には思います。ただそれよりも、まあこっちの方が怖いんですよね。要は戦い、AI 戦争の別側面ということで、まあ、NHK スペシャルではグレーゾーン戦争という言い方をしてますけれども、武力行使による AI 戦争じゃなくて、武力行使を伴わない AI 戦争という別の側面があるんだっていう、多分こっちの方が多分恐ろしいことになると思います。サイバー攻撃、それからフェイク動画ということで、これはね、本当に恐ろしい脅威で、別に、だって AI 同士で、AI 同士の飛行機が戦ってやってると、そんなのゲームと変わらないわけじゃないですか。でも、そんなことよりも、AI 使って、まあ AI じゃなくてもいいんですけど、ハッカーでもいいんですけど、ね、例えば軍事機密情報を盗むとか、ね、なんかその相手の国のそのインフラをダメに壊滅的にしてしまうとか、そういうやっぱりサイバー攻撃っていうのは本当に恐ろしいし、まあここの戦いが本当の AI 戦争の側面なんじゃないかなと。それからやっぱり怖いのはフェイク動画ということで、要は戦争を仕掛けなくても、そのフェイク動画を使って国内を混乱させて分断させてしまうことができるということで、これ相当に進んでるらしくって、もうもはや、ね、なんか我々って写真は加工して、もしかしたら嘘かもしれないけれども、動画は嘘つかないみたいな、まだ思い込みがあるじゃないですか。でも動画が喋ってることが、ね、例えばある大統領が喋ってることが、実は本当に大統領そっくりなんだけれども、喋ってる言葉が真逆のことを言ってるとかいうことだったら、もうこれ簡単に騙されかねないので、こっちのサイバー攻撃とかフェイク動画を使ったその紛争とか戦争みたいな方が社会混乱としては大きいし、まあ、しかも、ね、AI でその勝手に自爆ドローンがとかっていうことであれば、ね、その兵士とかの問題ですけれども、このサイバー攻撃とかフェイク動画になってくると、これもう戦地じゃなくて、全世界が戦地になって、兵士じゃなくても日常生活の一般市民が被害を被るという話になるので、こっちはちょっと恐ろしい話かなというふうに思います。で、まあ、やっぱり一番の危険はですね、その兵器にしろ何にしろ、人間が AI をコントロールできなくなるリスク、これがやっぱり一番恐ろしいと言われていて、要はもう AI が自律的に戦争をやってしまうとか、AI が自律的にフェイク動画をもう自動生成してしまうと。で、もう人間の言うことを聞かずに、どん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 、で、例えば人間がね、ある敵国をこの貶めるためにこういうフェイク動画を AI に作らせるっていうんだったら、人間がコントロールしてるからいいじゃないですか。でも人間が指令もしてないのに、もう AI が勝手にどん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 、この敵を倒すためにはこういうフェイク動画を作るみたいにやって、どん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 やっていったら、もう人間がもはやその味方となってるはずの AI をコントロールできなくて、どれがフェイクかもわからないみたいな、だから AI の暴走ですよね。これは本当に恐ろしいなと。で、まあ、AI 兵器の方もそうですけれども、要はね、人間があの敵を倒せって言って AI に指示してる間はいいですけれども、AI がもう自律的に勝手に敵を見つけて倒していくってなると、もう、いや、もうやめてもいいみたいなことができなくなる可能性もあるので、その、ね、人間が AI をコントロールできなくなるリスクっていうのは本当に恐ろしいことで、これは考えないと、
結局何のための AI かみたいな話になりかねないんじゃないかなというふうには思います。で、ただ思うのはですね、AI って素晴らしいツールなんですよね。で、本当に今までできなかったことが AI によっても本当に世の中便利になって、今までの無駄とか、逆にいろんな被害とか、そういうものを、あらゆるものを減らせる、快適に人間が暮らせるための便利なツールになるのが AI なので、AI を使って戦争のない社会をむしろ実現する、ね、ツールにできないのかなっていう、そのすごい賢い AI がいて、人間がフェイク動画を作ったらすぐバレるとかね、その AI がフェイク動画をもう全部検知するとか、なんか誰か人を殺そうとする悪いやつがいたら AI がもうね、その自律的に取り締まるとか、そういう権力の集中みたいなのを AI が取り締まるとか、そういう戦争とか陰謀とか、そういうものを取り締まるみたいなことが AI がやってくれれば、むしろ平和な、ね、世界、戦争のない、戦争を止める AI とかがあればいいみたいな、そういうことになってかないのかなっていうのはある種の期待ですけれども、まあそれはある意味ね、AI が人間を支配する社会なのかもしれませんけれども、まあ、人間の愚かさを感じるとですね、AI に支配されて平和な世の中にしてもらった方がいいんじゃないかなっていうぐらい、やっぱりね、その、ね、自爆ドローンが儲かるからっつって作って輸出しまくって紛争をあちこちに巻き起こして、あのね、起こしているトルコのような国ってやっぱり本当に人間的発想ですよね。そういうためにやっぱり使うっていうことは結局人間だから犯す過ちであって、やっぱりそういう人間ならではの過ちをAI が制御するみたいなやり方の方が、もしかしたら、まあ、SF チックではありますけれども明るい AI 支配社会みたいになるんじゃないかな。まあ、ただ本当に怖いのはやっぱりもう今でもね、ほら、簡単なものではありますけれども、 Twitter でね、いろいろなデマを拡散しているのが実は人間じゃなくてもう AI っていうかね、もうボットみたいなものがほとんどだみたいな話もありますし、まあ、これから本当に恐ろしいのはフェイク動画はどんどん増えていくでしょうけれども、やっぱその見極めっていうのはもう、ね、本当に技術がこう発展していくとできないので、やっぱりそっちの方が怖いなと。あとやっぱり AI 兵器の方で怖いのは、やっぱり中国とか北朝鮮とか、まあ、要はとんでもない国家があるわけじゃないですか。で、今までだったらでも金がなければとか、ね、軍事力がなければとか、その、ね、経済力とか財力とか、その物理的なその人間の数とかがいないと戦力って保持できなかったものが、例えばトルコのように AI 技術さえあれば、なんかもうなんかすごい安い値段で相手を殲滅できる機械作れちゃうんだぜみたいなことになると、もうめちゃめちゃ小国がすごい技術立国で、ね、自爆ドローン飛ばしていきなりその国を滅ぼすみたいなこともできてしまうっていうのが、まあ、ある意味核戦争とかじゃなくて、そっちの方がやっぱり怖いなっていうのはやっぱりあるな。まあ、そういう意味では AI というのはいい意味でも悪い意味でも人間がどう使うかによって、まあ、大きく変わってきそうな、まあ、そういう意味で2030年、もう今2021年ですけれども、これから5年10年でだいぶですね、世界とか社会の枠組みが大きく変わっていく。まあ、その中でやっぱりポジティブな面に合わせて AI を使っていけば、むしろバラ色の世界が広がってるんじゃないかなというふうに私は思います。